どうするかな、デジなってるな。もうたくさん作ったからな。あいさい、明けましておめでとうね。いや、私のメジャーデビューの CD アルバムがね、もう発売がもう2週間後に迫ってるわけよ。これをね、見てくれ、これ天熊のレコード屋に送らんといけんわけさ。どんなしたらいいかね。どうするかな、これね。お、なんね、大御所民謡歌手小江久栄翔先生が沖縄の魅力を探して旅に出る小江久栄翔のうちなー漫遊記。荷物をもっと手軽に送りたいの巻。なんね、あんたはさっきからじーっと見て。小江久先生の前に現れたのは日本郵便のキャラクターポスクマくん。うん、そうこれを送らんといけないんだけど。いい方法がある。なんで3名。ポスクマくんに連れられてやってきたのは那覇市にある東町郵便局。郵便局だね。いらっしゃいませ。おいそい、あれ、ポスクマくん、今日はどうしたの。なるほど、伝票書いたら脱がれ、カシマシンさんね、どうしようかなと思ってよ。それなら先生、ゆうパックがいいですよ。ゆうパック？ゆうパックは県内およそ200局の郵便局で送ることができます。集荷にも伺いますが、郵便局の窓口に持ち込むことでお得な割引もあります。郵便窓口ではサイズに応じたお得な発送方法についてご案内を差し上げます。お近くのローソンやこの上りが出ている U パック取扱所で発送することができます。なるほどね。じゃあ、あちこちから送れるや、助かるね。いやでもこんな U パックいっぱい集まったら、あんたなんか仕分けとか大変じゃないね。それでは U パックがどうやって発送されるか、ぜひ見てきてください。さっさということで、先生がやってきたのは那覇中央郵便局。沖縄県内から送られる手紙や荷物は一度こちらに集められます。全国から届いた荷物を県内に仕分けしたり、県内から集まった荷物を全国宛てに仕分けする部署になっております。ここで分けていくわけね。はい、いやでもこんなにたくさんあったら仕分けとか間違いそうだね。区分機が2台ありまして、はいはい、バーコードを読み取って方面別に仕分けをして、1時間に最高2台合わせて8000個仕分けすることができます。あんなにね。はい、荷物を地域別に仕分ける作業は機械が自動でやってくれます。なんだかパズルゲームみたいですね。じゃあこれどこ、 あっち、おい当たった。これはあっちかな、あっち。当たった、これあっちだな。外れたな。機械でこんなってちゃんとやってくれるんだったら私の荷物も安心だね。そうですね、もうぜひお任せください。あ、そうね、森子行ってきたよ。もう U パックの仕組みちゃんと分かってよかったね。それはよかったですね。先生、声がちょっと大きいっすね。はい、安心して荷物を送れることが分かったところで、メジャーデビューアルバムを詰め込んだ U パックの箱を窓口へ。じゃあこれ送ってもらおうね。はい、こっち伝票貼らんといけんな、今から書くからね。スマホ割りアプリがあれば大丈夫ですよ。アプリ？そう、U パックをお得に便利に発送できるスマホアプリがあるんです。東町郵便局の大城さんに使い方を教えてもらいます。その名も U パックスマホ割りアプリです。もうそのまま。U パックスマホ割りアプリを使うと180円の割引があることと、宛名書きも簡単です。ではどんなしたらいいわけ。まず日本郵便のウェブサイトから郵便 ID を登録しましょう。次に U パックアプリ検索していただいて、こちらインストール、はい、インストールです。登録した郵便 ID でログインして、支払い用のクレジットカード情報を入力すれば登録完了。そしてラベル作成をしていただいて、宛名ラベル作成をポンと、はい、
宛名ラベル作成から依頼主、お届け先の情報と発送情報を入力していきます。すると1450円でございますと。で、支払いの手続きをこれポンと押して、はい、そしたらこちらのボタンを押していただいて、こうボタン、ああ、QR コード出てきたね、はい、うん、アプリで作った二次元コードを郵便局に設置してあるゆうプリタッチのスキャナーにかざすと、おお、おお、はい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 、よいしょ、ああ、これだったら何枚も何枚もこう書いたりとかしなくて、何じゃなくていいね。そうですね。ああ、上等やさや。森くんできたよ。はい、お預かりします。はいはい、それでは五役先生、はい、宛名ラベルを貼っていただけますか。うん、ああ、じゃあね、はい、通できたよ。はい、はい、お願いね。ありがとうございます。大切にお届けいたします。ゆうパックスマホ割アプリは郵便局からの発送限定で使えるアプリです。またゆうパックで送るカタログギフトセットも好評販売中。現在沖縄復帰50周年記念として琉球メーカーを詰め合わせた特別なカタログギフトを販売しています。進化した U パックで県外の親戚ご友人にプレゼントを届けてみませんか。そして今回は A ランチをご覧の皆様にその琉球メーカーの詰め合わせを3名様、首里城公園のペア入場券を5名様、可愛いポスクマくんのぬいぐるみを3名様にプレゼントします。 RBC アプリからご応募ください。スマホで便利に U パック。私の CD を県外に送りなさいね。チャメー。